これいきましょうか、次。多動力。多動力ですね。あ、なんかコメント欄がめちゃめちゃ湧いてる。ケモ耳ミミ王国さん ?VTuber 四天王見てんのこれ。あ、VTuber 四天王の方が見てるんですかケモ耳ミミ王国さん。さっきスパチャいただいた方ちょっとすいません。僕、VTuber 事情に弱すぎて、いまいち大物を理解してないんですけど。あ、すげえ、大物じゃん。VTuber 四天王か。へえー。あ、光栄でございます。すいません。雑に、雑にスパチャありがとうござザマスとか言って終わらせようとしてたけど。あ、めっちゃコメント欄湧いてるわ、今見たら。本物か 大騒ぎしてる。やべ、ちょっとすみません。v イチューバー事情、歌く、歌くて失礼しました。ありがとうございます。いや、すごい光栄です。見てくださって。光栄でございます。ちょっと慌ててツイッターとかフォローしとこう。あー、言われてみたら見たことあるな、この方。すげえ、すげえ、わけわからん人がいろいろ見ていて、すごいね。衝撃だね。あ初代バビニクって言ってる。あ、初代バビニクなん。バビニクした人の初代。だとしたら、もうすごいね。うん、サイコさんというか、走りというか、バビニクの始祖。へえ。うわー、光栄です。ありがとうございます。お、切り抜きチャンネルで見てくださっているということで。もう大 光栄ですねいやーありがとうございます。いやすごいな。やっぱあれですよね。これが多動力のたまものですよね。切り抜きチャンネルをね、誰か作ってくれって言ってね、即日で掘り抜きチャンネルさんが生まれてですね、いっぱい切り抜いていただいて、えー、バズってですね、無事にいろいろな人のところに届くようになって、バビ肉最古んの方も見てくれるようになると。やっぱほら、人生をこう、生かしきらないと。 いろいろなことをやってみて人生を生かしきると。何万の仕事を同時に動かす究極の力、多動力を身につけたおかげですね。我々、僕にせよ、掘り抜きチャンネルさんにせよ。い、ね、ろんな他の仕事もやりつつ、このビジネスを読んだり、切り抜きをやったりしていると。多動力、我々ももうすでに身につけてるんでいらないんじゃないかという仮説がありますけれども、これを。 <coughs> 読んでいきましょうか。多動力えー、表紙裏アジテーション。というか表紙がさやっぱすごいよねこれ。改めて見るとすごいよねこの感じ。でもまあ西野さんのやつより全然いいっすね。西野さんのやつは透かし感が横向いてたからね。それに比べると多動力はまあ。 割とまっすすぐ捉えていて偉いい偉ですね IoT という言葉を最近ニュースでもよく耳にすると思うこれはありとあらゆるものがインターネットにつながっていくことを意味するすべての産業が水平分業型モデルとなり結果縦の壁が解けていくこのかつてない時代に求められるのは各業界を軽やかに越えていく越境者だそして越境者に最も必要な能力が次から次に自分が好きなことをはしごしまくる多動力なのだは戻ってきちゃったビジネス書の世界にまた同じ同じやつ 次これからはほにゃららの時代が来る。IoT があるから縦の壁がなくなる時代が来るとかさ。クラウドファンディングができたから信用がお金に変えられる時代が来る。誰もが信用経済の輪に組み込まれた時代が来るとかさ。もう、もう分かったって時代が来るのは。もうみんな適当に時代の到来を予想しすぎじゃないもう、もうお腹いっぱいじゃない何々の時代が来るって。 帰ってきちゃう。帰ってきちゃうね、すぐ。ほとんどミノワさんが書いてる本でしょってコメント来てますけど、そうだよ。<laughs> これ全部ミノワさんが書いたって言ってたよ、ミノワさんも。やれやれ。戻ってきちゃったな。この世界。さっきよかったな。ヒラノブさんの本面白かったな。例えば、テスラモーターズ CEO のイーロンマスクは服を着られないらしい。服を着ている間に次にやりたいことを思いついてしまうから、ボタンを止めることができないのだ。イマジナリーマスク出ましたよ。イマジナリーイーロンマスク出ましたよ。 早速、しょっぱながらイマジナリーイーロンマスクだね。出典は出店は出店は書いてないよね。書いてたらびっくりする、逆に。逆にびっくりするわ、書いてたら。はい、書いてないです。えー、著者落歴は堀江貴文さん。いろんなアプリとか宇宙ロケット開発とかやってますよ。コミュニケーションサロン、HIU やってますよ。知ってます。よく知っております。すごい。出てきたわ。 本書の編集者である伝統者の箕輪君から堀江さんほど多動力を持ってる人はいないからその真髄を教えてほしいと言われこの本を書くことになった書くことになったって言ってるけど堀江さんはおそらく一文字も書いてないでしょうね箕輪さんが全部書いてんだよね本人もめちゃめちゃ言ってたもんないろんなとこで堀江門を憑依させて書いたみたいなこと言ってたもんねうわあなんかさすごいそれらしいこと序文に書いてあってインターネットは水平分業型モデルであるといろんな人たちがブワーっと乱立している テレビは垂直統合型モデルであると。テレビ局があらゆるレイヤーの業務を垂直に統合していると。うんこれちゃんとした言葉か。垂直統合型モデルと水平分業型モデル。うんなんか、うんなんかちゃんとした言葉じゃない気がするけど。まあまあいいでしょ要はインターネットとかって動きが早いよねと。競合相手がいっぱいいて。 みんな横並びだよねっていう話だね。本書で初めて僕を知る人もいるかもしれないので、僕のある1週間を適当に書き出してみよう。からすごいですよ、イッキリが早速。4月25日月、朝から堀江貴文イノベーション大学校、括弧堀江貴文による会員制コミュニケーションラウンジ以下 HIU の法人会員コンサルティング。矢印、岐阜へ向かい経営者団体の講演会。矢印、岐阜から新大阪駅へ。はあ。はあ。イッキリが。 いきりが、毎日、毎日、こんだけスケジュール詰め込んでますよ。右に左に、右に左に大忙しですよっていうことをさ、一言言ったらいいのにさ、こんだけ羅列してさ、なんかこういうのを見て、頭の悪い層はさ、あ、すごい、なんかもう成功者ってこういうスケジュール感なんだ、すげえ俺もこうなりてえってなっていくんですね。は<ー>い。はー ダメだこれは <laughs> ダメだこれは <laughs> 一つのことにとらわれてしまっていては価値あるものは生み出せなくなっていくだろうこの多動力は渾身の力で書いた本当か <laughs> 本当か <laughs> 多動力を身につければ仕事は楽しくなり人生は充実すると確信しているからだ本書があなたの人生を大きく変えることができればこれに勝る喜びはない OK ですわかりましたありがとうございましたはあ あなたに肩書きはいくつあるだろうか一つとは言わせない。越境者にチャンスが来る。なんかさ、さっきからさ、西野さんのやつもそうで恥ずかしいんだけどさ、確かに俺肩書きいっぱいあるなんて。<laughs> 確かに、確かに僕いろんなことしてますね。多動力やってるわ、もう。まあでも多動力を身につけてるおかげでね、切り抜きチャンネルのね方にもご協力いただいて、バズり、バビ肉のサイコさんの方にも見ていただけるようになったということですね。多動力、もう身についております。 ああ、こんなんだった、こんなんだった。寿司屋の修行なんて意味がない。あーこんなんだったね。貴重な時間を情報を得るために使ってはいけない。オープンイノベーションだ。専門学校で3ヶ月寿司作りを学んだけの人がミシュランに乗ったと。情報が独占されていたところから、オープンイノベーションでオープンになってるので、修行なんてバカバカしい。時間を使うな。だってさ。書いてあるわ、ちゃんと。スプレッドシート。2年前のスプレッドシートにちゃんと書いてあるわ。いやー素晴らしい。メモする必要がない。時間革命だ。 これが時間革命だよね。やっぱほら、情報なんか価値がないから、もう過去の自分がスプレッドシートにまとめているものは使った方がいいんですよ。寿司屋の修行はしない方がいいし、スプレッドシートにもうあるものはコピペした方がいい。そういうことを堀江門も,も推奨してるってことですね。はい。3つの型書きを持てば、あなたの価値は1万倍になる。もうこの話もな、聞き飽きたよな。100人に1人 ×100 人に1人 ×100 人に1人で100万人に1人の人材が生まれます。なるほど。100人に1人にみんな慣れてるのか問題があるよね。これ、これやってる人。 これさ、いや、ホリエモンはいいんだよ。だから、100人に1人の人材だから、あの、経営者としてもさ、とんでもない成功を収めた人だし、なんだったら僕はホリエモンがプログラマー時代に書いた書籍読んだことありますからね。技術書書いてるんですよ、ホリエモンだから、彼はプログラマーとしても本当に自流に乗って、本当に猿のようにハマって結果を出してますから、実際100人に1人をいろんなことをやってきて今の彼があるので、あの、ホリエモンは全然いいんですけどね。多動力読んで、そうかいろんなことやるのが大事なんだって言っていろんなところに手を出すやつさ、 10人中下三3人の人材だよね。10人中下三3人のことをさ、4つぐらい掛け合わせてるやつが多いよね。<laughs> とか言ってたらダメですよ。敬意がやっぱ大事なんで。敬意を持ってね、やった方がいいですね。この本はとてもいい本だと思います。堀江匠さんはそれを実行してらっしゃるから、すごく良いと思いますね。それを安易に真にを受けるのは、いかがなものかという,いう話ですね。著者への敬意はすごくあります。はい。あ、でた、懐かしいこれ。手作り弁当より冷凍食品の方がうまい。これ、これ基本だよね。 これ、多動力でめっちゃ書いてあることを覚えてるわ。これ、面白かったなって。完璧主義者はダメだよと。一つ一つの仕事に全力投球しなきゃとか言ってるとダメですと。あそれだ。多動力に電マ現象起きてないっていうコメント来たけど、そうだわ。これまさにそうだわ。堀江貴文さんがやる分には素晴らしいんですよ。ただ、これを言い訳にしてわけわからんことをボンボンボン,ボンやって、どんどん投げ出すしょうもない人が多すぎて電マ現象が起きてるんだよ。汚染されてるんだよだから。そういうことだ。多動力は電話。 これ今日覚えて帰ってください、皆さん。多動力は電話です。今日の結論。全力投球して自己満足しているのは本人だけだ。重要なのは手を抜くところだ。と官僚主義者こそが大量のプロジェクトを動かすことができる。この辺はね、堀江さんがやっぱ経営者でだからだよね。手を動かすものづくり系の人からはこの発言はあんまり出ないでしょうね。神は細部に宿るをさ、やっぱ信奉してると、このアイディアにはならないよね。そっちもあるから。 そっちの魅力もあるからって堀江貴文さんのメルマガはそれは句当店一つにまでこだわって語順一つにまでこだわって完璧にすることにあまり意味はないでしょうけど芸術的な文章ってそこまでこだわっているからね ラスト一文字の表現にまでこだわっているから、そっちの芸術品もありますよと僕はしょっちゅう言うけど、ブレイディ・ミカコさんの僕はイエローでホワイトでちょっとブルー一巻、あれ完璧な文章だと思うからね、ブレイディ・ミカコさんなんかは耕の手が本当に素晴らしいですよね。極限まで磨いたな、この人っていう文章が。 あるだからまあ堀江もの反江匠さんのすごいところですけどねもうそういう例外のことは何もケアしないで <laughs> もう,どうにか完了させるのが大事だからそんな徹底して手作り弁当するなんてバカバカしいよって言い切れてしまうというまあある種やっぱ非繊細さんなとこありますよね堀江さんはだからまあ 彼の言論は面白いんですけどね、鋭いから。なんで、まあ、共感するかと言われると別にあんまりしないんですけど、でもまあ、一理あるし、見切り発射は成功のもとということで、つまりですね、徳馬から持ち込まれたこの、この企画に、快諾しちゃった。勢いで快諾しちゃったことは正しかったということですね。全然読み終わってないけど <laughs>。全然読み終わってないけど <laughs>、これは正しかったってことですよ。あの、見切り発射するのが良いと、もうとにかくやっちゃうのが良いと、不完全でもいいから、とにかくやっちゃいなさいと書いてあるんで、OK。 変合,合ってる、合ってる合ってたわ。一つののことにに猿のようには,まれはいはいはい、そうですね。はい。<laughs> 小学生の頃給食の時間に三角食べをしましょうというわけのわからない指導をされたのではなかろうか。ご飯おかず、味噌汁、ご飯おかず、味噌汁と三角形を描くように食べなければ栄養バランスのいい食生活にならないというあれである。今思い返してみれば、あれのどこに科学的根拠があったのか、はなはだ疑わしい、無理やりバランス進行に洗脳していたとしか思えないのだ。あの前半 あれにどこに科学的根拠があったのかな甚だ疑わしい。これは、あの、それはそうだよね。これは、これは完全にその通りだよ。完全にその通りで。で、後半、無理やりバランス進行に洗脳していたのだと。子供の尖りをあれはなくすためにやっていたのだ。これは深読みおじさんですね。前半、それはそう。後半、深読みおじさんです。まあ、ただ、確かにそうかもね。学校って、まあ、どうしてもバランス、苦手分野を潰す方をやらせて、めちゃめちゃ夢中に。 なることを避けてる避けさせてる傾向があるよねそれはそうハマった方がいいですよって書いてあるこれは完全に同意見ですこれはねでもその通りだね秋っぽい人ほど成長するいや懐疑的だなーこれはこれ懐疑的だなーうーん堀抜さんめっちゃ秋っぽい何とか話し相手とかはずっと0点だからなそうなんですよね もうレンタル話し相手の話あんまりしないようにしてるんだけどさやっぱどうしてもこういう話になると出てきちゃうよね彼の顔があああれやってなんか漫画描けばバズるんで漫画描きますとか言ってさ漫画がコスパ悪いんでやめましたとか言ってさ動画で今度はバズりますいや動画はちょっとやっぱ向いてないと思うんでやめました0点で放り出し続ける人もやっぱいるからそれもそうだ、ねまあ、それも電話汚染だよねだから多動力に変に影響されちゃったやつが電話をやってしまうわけですよね これ多動力だからって言って0点をいっぱい出し続ける。飽きたことを羅列した、飽きたことノートを作ってみよう。マラソン、ギター、英会話、ポケモン GO、どれだけ多くのことに飽きてしまったか、はっきりと可視化しよう。飽きるということは、慣れて余裕が出てきたということだ。つまり、成長したことノートだ。その理屈はおかしい。その理屈はおかしい。飽きたことノートは、成長したことノートらしいですよ。 そうかな。僕、例えば、前に VR 開発やりたいなと思って、VR 開発、VR ヘッドセット買って、で、開発環境だけ整えたんですよ。ユニティ入れて、お、これで、ここに物体を置けば、オブジェクトを置けば、VR ゴーグルで覗けるぞ、みたいなところまで行って、飽きたんですよ。これだから、まさに0点で飽きた事例ですよね。<laughs> 0点というか、1点ぐらい。1点ぐらいで飽きた事例ですよね。環境開発だけ、環境設定だけして、満足して終わる。 その後ずっと VR ゲームしてて、うわ、面白いやつ、ビートセーバー面白いやつとかやってるうちに終わりましたけど。なんからそういうことであって、飽きたことノートはさ、全然成長したことノートじゃないよね。飽きたことノートは飽きたことノートでしかないよね。過言だな、これ。小泉進次郎公文みたいになってしまう。飽きたことノートってつまり、飽きたことノートなんですよね。<laughs> ワクワクしない時間を減らしていくことだ。うーん。嫌な仕事はどうしたって気が進まない。つまり、ビジネス書読んでる場合じゃないってことですね。 ビジネス書読んでる場合じゃないんだな。つまりな。ああ、また戻ってきちゃった。IoT がやってきて、水平分業モデルの時代が来た。ああ、こんな世界に戻ってきちゃったってやってる場合じゃないっていことですね。ダメですよ、皆さんは。あの皆さんはこんな仕事引き受けちゃダメですよ。見切り発車で僕引き受けちゃった結果、ワクワクしない時間がちょっと増えちゃったんですけど、皆さんは気をつけてください。 見切り発車で引き受けた結果なんだよな、これ。見切り発車でどんどん何でもやってみようっていうけど、それどんどんやってみた結果、うわーこれ振動ってなるわけじゃん。この1000人規模のイベントやりましょうとか言って、面白いね、いいねいいねやろうよって言った結果、うわーこんなことになってしまった、その対処しなきゃいけない、やべえっつって、処理しなきゃーっていうのが大人の仕事なわけで、これ矛盾してると思うんだよな。見切り発車で引き受けたら、ワクワクしないものを引き受けなきゃいけないしさ、無理だと思うんだよな。 机上の空論だよなこれ火事の害虫ととかをどんどんんやりなさいと <laughs> これちょっと面白いなワクワクしない時間で今でも残っているものは歯磨きぐらいだ歯磨きをしている間なんて全然ワクワクしない早く自動歯磨きロボットが出てきてほしいと思っているかわいいかわいい堀もも唯一唯一歯磨きしてる時だけこれワクワクせんなーって思いながら歯磨いてるんですね <laughs> 早く自動歯磨きロボットできないかな <laughs> かわいい <laughs> かわいいなこれ <laughs> そうホエモンホ堀抜きチャンネルさんがねホリエモンはなんだかんだ言ってちゃんと締めるからでそうなんですよちゃんと彼はね大人のこともちゃんとできるというかちゃんとちゃんと仕事をする人ですからねワク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 することばっかり増やそうっていうのはちょっとやっぱポジショントークですよねこれぐらい極論言った方が面白いよねっていうはい出た「電話をかけてくる人間とは仕事をするな <laughs>」<laughs> いいですねこれ。 すごいね。会社に辞表を出す時だって書面ではなく2行の LINE で構わないと僕は思う。わ <laughs> かるけどさ。驚くべきことにメールやファックスを送った後に今メールを送りましたから今ファックスしましたからと電話を鳴らしてくるバカもいる。こういうバカは飛脚が走って手紙を届けていた江戸時代からメンタリティーが変わっていない。いいですね。生きながらライオンに食われているのと同じだみたいな <laughs> オーバーなフレーズがやっぱいっぱい出てくるよね堀ンの本には。過言だな。 さっきの本でもそれは LINE してくださいっていう教えありましたよねっていうコメントが来てますね。確かに。LINE を推奨する傾向にあるかもしれないですね。いろんなビジネス書は。まあ、ひろのぶさんのあれがビジネス書なのかというのはまだ議論が分かれるところですが。とりあえず LINE は推奨されてますね、えー。大事な会議でスマホをいじれ。他人の目を気にしない。他人の時間を生きていたらしょうがない。いてもしょうがない。 いやだからさ、ホリエモンの方読んでたら全部そうだけどさ、ホリエモンはそうなんよ、そりゃ。あなたはスマホいじっててもいいんですけど、<laughs> 世の中でそれやると怒られるよね。わかるけど、あの、これもさ、お恥ずかしい話なんですけど、僕もやってるわ、これ。なんか、ちょっとしたイベントとかに呼ばれて、暇だな、俺やることなくてって思ったとき、スマホいじってるよね。<laughs> メール返してようかなとかやってるよね、やっぱ。 あと、あれが楽しいんだよね。イベントしてる途中、エゴさしてさ、自分のその、今出てるイベントの反応を見るとか楽しいから、それやっちゃうよね、つい。2年、2、3年前に、あの、家入り和馬さんとかが、あの、シェアハウスについて語るイベントみたいなのがあって、僕もなんかそれ読んでもらって、家入りさんに村を売った直後だったから、なんか読んでもらって喋ったんですけど。 その時、壇上で思いっきりスマホいじりながら、そのハッシュタグでツイートしてる人のツイートを検索していたら、めちゃめちゃ堀本スマホいじってるんだけどって誰かに写真撮られていて、恥ずかしかったですね <laughs>。登壇中にスマホいじるな <laughs>。うわ、やってたわ、俺恥ずかしい。多動力やってたわ。やっぱほぼ堀江かもしれない、僕。ほぼ、ほぼ堀江門かもしれないです。で、その後がおかしなやつとは距離を取る。これ懐かしい。前のウェブ記事の時に使ったやつだ、これ。あいいですね、これ。 おかしなやつとは距離を取る」の中で僕が毎日さぞかし大勢の人と会い社交的な人間だと思うかもしれない。 だが僕は自分にとって面白い人としか会わないつまらない人うざい人そして電話をかけてくるタイプもそうだが自分の時間を平気で奪うような相手とは意識して距離を取る第一印象でこいつはめんどくさいややこしいタイプだなと直感するがそういった感は大体当たっているものだそういう危険人物と付き合うと無駄に時間を奪われたあげく不愉快な思いをすることになる HIU 自分のサロンですね HIU にはいろいろなタイプの会員がやってくる中にはめんどくさい人もいれば友達感覚の慣れ慣れしい人もいるだから僕はおかしなやつを排除するため定期的に切れるし 強めに注意する。ああ、いいですね。切れる、切れてる、ホリエモンが切れてるのは意味のあることなんですね。ホリエモンが切れてるのはちゃんと嫌なやつを排除するため、おかしなやつを排除するためであって、計算の狙いのない綺麗ではないっていうことですね。あ、だからさ、僕すっごい覚えてるんだけど、HIU に2ヶ月だけ入ってたのよ。あの、当時、当時。 お金をよくくれていたパトロンおじさんみたいな人が HIU に 2, 2万円月1万円だから2万円あげるから入ってよって言われて2ヶ月だけ入ったんですよその時に一番面白かったのがえっとね寿司会みたいなホリエモンも来ますよみたいななんかめっちゃ高い寿司会1人4万円みたいな結構いい店の寿司会の告知があって、えー、限定20人みたいなサロン会員のみの寿司会ですって言った時にそれそこにコメントつけた大学生がいたんですよね 学割とかかっっててありませんんねってつけたんですよそ <laughs> したらもうその告知とかも全部他のスタッフの方がやってるんですよ。寿司会についての問い合わせ対応とか全部そのスタッフの方がやってるのにその大学生の学割とかないですかねに対して急にホリエモンがコメントし始めて。お前学割って何考えてんだって。そんなこと言い出すやつうちのサロンにいらないから出てけよお前。ほんと思考力ない人間だなお前は。 なんで学生だからって言って俺たちが割り引いてやる必要があるんだよ学生に来てほしいと思ってるわけじゃねえんだからなこっちはそんなことそれぐらいのこと考えたらわかんだろう常人並みの思考力働かせろ物考えないで思考停止で学校割にないですかとか聞いてるやつはさっさと出ていけみたいな <laughs> めちゃめちゃ辛辣なコメントしてて月1万円払ってるサロン会員に厳しすぎるだろうって <laughs> 思ったんですけどね。めっちゃ面白かったですけど、ね、あれ。あれがね、ダントツ面白かったね。サロン入ってた2ヶ月間、結構いろいろ見ましたけど、新しい、あれ面白いな。サロンで月1万払ってくれる人に対して、この態度で接するのすげえなーって思ったんですよね。ただ、これは、あれは計算の上だったということですね。改めて多動力を読むと、それは別に、ぶち切れた。腹立ったから切れた。っていうわけじゃなくて、おかしなやつを排除するためにやっていると。 いうことですね堀江さんの本を読んですごく感動しましたありがとうございますと急に言われてもだから何としか言いようがないそんなことは感想文としてアマゾンのレビューはツイッターにでも書いてくれれば済む話だしわざわざ人の足を止めて伝えるべきことではないと堀江門は言ってますがあの僕は嬉しいんで皆さんぜひ街角で僕を見かけたらですね呼び止めていただいてあのいつも見てますとかねあの本読みましたとか言ってくださったらもう僕,は僕はめちゃくちゃ嬉しいですよこれは堀江高見さんの意見でございます僕はぜひ足を止めたいなと 皆さんかからららら話しかけられてて足を止めたいいななと思いながら暮らしております面白いなこの話。仕事を選ぶ勇気嫌われる勇気みたいなショーだ。<laughs> 勇気あるな。<laughs> 講演会とかイベントとかでは打ち合わせしましょうとか箇条書きでいいので内容を教えてくださいとか言われることがあるが。 そんなもんうざいと僕の講演やトークショーは常にアドリブだ最新情報を織り交ぜて喋ってメモを送ってください的な要求が来ても無視して当日に臨む <laughs> いやいいですね堀江さんいいですね市民感覚からかけ離れてていいですね講演会でさ登壇する予定があるのにさ簡単で構いませんので箇条書きでお話する内容を送ってくださいって言われて無視して当日そのまま行ってういーす 喋りまーす。暑 <laughs> いですね、なかなか。あとは全部そのまんまだな。なんか、堀江門だなーっていう話が書いてあるね。君の名は、時間間隔がすごい早い。ポン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 ,ポンテンポがいって、サクサク話が進むのが大ヒットの理由だって書いてある。これさ、時間革命にも書いてなかった気のせい。時間革命にも書いてなかったっけ、この話。書いてたよな、多分。あ、なんか投げ。時間革命いっぱい書いてあんだ。投げ。 あ、てか、時間革命に書いてあることほとんど一緒だ。会議中でもスマホをいじるとか、得意なことに集中しろとか、書いてあるわ。あ、全部同じだな。同じ本だな、これ <laughs>。 これひどいね時間革命のログ見かぶですと面白いね。全部多動力にも書いてたって書いてあるねうん。全部多動力にも書いてあるんだな。今更これと同じこと書いてたわとか言ってる場合じゃないね。全部同じこと書いてあるんだ。コピペもんだから。自分の分身に仕事をさせる技術、現役を作ればよいと。僕が Twitter で炎上させた発言をテレビが取り上げ、僕がいないスタジオでコメンテーターが議論をしているから、なんとなくいっぱいテレビに出ているような印象がある。 そういう濃いものを作ってあとはカルピスの現液を薄めるようにどんどん広がっていくのが良いですっていうことですねはっこの話知ってるこれあれじゃん切り抜きチャンネルのことじゃんこれこれ知ってるわあ俺やっぱ多動力やってたわ完全に完全に多動力やってたわ切り抜きチャンネルじゃんこれな2年前当時読んでる当時ははいはいそういうことねホリエモンも言うよねみたいな俺には関係ないことだなって思ってたけど完全にこれ 今やってることだ。多動力だわ。ジェイコブさん、スパチャうルダウンス。循環参照記念ということで。でこれが見たかったんですね。あの本にも書いてたなぁ。<laughs> 延々、延々ループしてしまうやつね。教養なき者は奴隷になる。過言だなずっと過言だなお、でも急に面白い話が出てきたぞ。ホリエモンは2006年に、いわゆるライブドア事件で東京地検特捜部に逮捕された。マスコミが世論を煽おり、明らかに僕をターゲットとして検察が動いた。 でそこに不可解で理不尽なものを感じた僕は検察という組織をその歴史から海外事例に至るまでとことん調べ上げたこれこそがまさに教養を得るということだ現代の検察はいかにして生まれたのかそれは明治42年の日東事件まで遡るえ江戸時代までは庶民がお上や偉い人を連れし上げるということはなかったがこの日東事件では 検察官がお偉いさんを捕まえまくって庶民が拍手を喝采したこれを機に検察官がクローズアップされていった司法省はそれまでは三流官庁だったのだが平沼喜一郎という検察中高の層が前述の日当事件などを指揮しその後大審院検事局検事総長になって大審院長まで上り詰めたとつまり検察の力が政治的権力に転用できることに気がついてマスコミと結託して世論の指示を受け政治家になったはーという構図が基本的に世界どこでも共通なのだと えー、だから話戻すと検察という組織そのものがマスコミと癒着する傾向にあるっていう話ですね検察って世論から拍手喝采を得やすい立場にあると嫌われている大物を検挙することによって世間から民衆から拍手喝采を受けることができてでそうなるとその後政界に進出しやすいという一連の流れが存在するので検察とマスコミは一般にズブズブになるだからマスコミが世論を作ってあいつ捕まえたらどうすかっていう雰囲気にして 検察が捕まえるという事例はマイクにいとまがなくてニューヨーク市長のルドルフ・ジュリアーニも同じ形で成,し上がのり,な成り上がっているとこういうものを歴史を研究して理解するきちんと根幹となる歴史を理解するのが教養である、うん、いいこと言うじゃんいいこと言うじゃんということでそんな表面的な情報やノウハウだけを身につけるのではなく気になった物語があれば歴史の奥まで深く掘って本質を理解しよう 10冊の流行ビジネス書より1冊の骨太の教養書。どの口が言うとんのこれ <laughs>。ど、どの口が言うとんの <laughs> ええー、ええー、自己否定もいいとこですけどね。す,すご、自己否定もすごいな。ええー、ええー、すごいな。検察の歴史の話はちょっと面白い。お前が言うな案件。 サピエンス全史おすすめって書いてある、あと。そういう骨太な教養本を読みなさいって書いてあるな。サピエンス全史まあ、うん、多動力に比べたらだいぶ骨太でしょうね。もっと骨太な本いっぱいあるというか、ヒロノブさんが挙げてたのはもっと骨太な本オンリーでしたけど、まあ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 、まあまあ良いでしょう。多動力に比べたらね、8万倍ぐらい骨太だと思うんで、サピエンス全史も。99%の会議はいらない。出た。会議いらない。 会議は短くするって書いてあるけど、これ99%の会議はいらないの方が引きあるな。そっちにしよう。あと、ホリエモンに言っときたいのは、祈れば神社になりますよね。いらない会議は、祈れば神社になるよ。今日の会議が、実りのある、実りの多いものになるように、祈っています。って、ホワイトボードとか触りながら言えば大丈夫らしいっすよ。 噂によると会議を減らせ世界最速仕事術全ての仕事はスマホでできるもう書いてあったってあれに時間革命に書いてあったホリエモンは経営者だからだよねクリエイターは無理だよね全部スマホでいけるよ <laughs> サラリーマンもうすうす気づいているのではないだろうかわざわざ会社で仕事をする意味なんてないパソコンでやる必要はないということにそうかな少なくとも僕はパソコンの前で仕事をしないといけないですけどね こんだけマルチタスク今パソコンにやらせてますからね OBS スタジオ起動して配信させながらスプレッドシートにぶち込みながらそれを取り込んでライブ配信の画像に流すっていう結構複雑な処理をさせてるんで絶対にこれスマホではできないですけどね。<laughs> <laughs> あ、いいわ、その後の教えがさ、仕事の速さはリズムで決まるっていう話があって、リズムを乱す人は良くないと、仕事が遅い人というのはリズムが悪い。僕は仕事のリズムを崩されるとたまらなくイライラする。HIU で運営している Facebook のオンライングループでも、リズムを乱す長文投稿があると、僕は長いと切れる。<laughs> 引きみじ <laughs> みんな投稿で、え、それってホリモンじゃないですかとか、何々やっときますとか言ってる中で、根本的に考えると、何々は何々で、こうこうでこ、うこ,うこうこうという背景があって、この背景はこうこう,こうなので、こうした方がいいと思いますって言ったら、ホリエモンに怒られるんですね。長え、何リズム見出してるの信じられないんだけど、みんなポン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 一文でやってんの分かんないの今、そういうやついらねえんだけど、<laughs> 怖<ー>。<laughs> 月1万円払ってんのに怖。<laughs> 面白いな <laughs>。面白いな <laughs>。<白い> <laughs> やっぱこの企画にぴったりだよね、堀江門の本。めちゃくちゃだもんな。お前は何が言いたいんだと逆質問しても、挙動ってまともに答えられなかったりする。<laughs> そりゃそうだろう怖すぎるだろう。え、なんか長いんだけど、え、お前のんちょっと長いんだけど、何が言いたいのお前は何が言いたいのって言われたら、え、あえ、えっと、えっと、なるよ。これあれじゃないあった。なんか言い換え図鑑かなんかにもあったよね。挙動不審になることに怒っている。言い換え図鑑の、えー、っと、一番言いたいことは何を彷彿とさせる。 あと、立ち居振る舞いは挙動不振も彷彿とさせるよう、ね、に。<laughs> 発する言葉は意味不明も彷彿とさせますね。ホリエモンに怒られてたのかもしれないですね。あの CA さん。気遣いの基本の人。ホリエモンに、え、お前何が言いたいのなんかダラダラ喋ってんだけど。何が言いたいの何が言いたいのって言われた時に、ああ、立ち居振る舞いは挙動不振。発する言葉は意味不明っていう。あの CA が完成したのはそれですね。えー、暇な人ほど返信が遅い。返信を早くしなさい。はい。 これはそう。それはそう。これは完全にその通り。工夫でちゃんとやれるから忙しい人は。刑務所にいても一度もメルマガを送らせなかった秘訣。いや、こういうことなんだよな、だから。メルマガを休んだことも一度もない。これよ、これ。ホリエモンがすごいな、これよ。多動力とかじゃなくてさ。ちゃんとやるべきことをやるべきタイミングでちゃんとやってんのよ。締め切りを一切破らない。偉いよね。極中でもちゃんとかける。やるべきことは毎日さっさとやると。飲み歩く。 時にめんどくさいって言って先延ばしにするんじゃなくて飲みに行く前にバッと書き終わるそれで良い毎日の隙間時間に少しずつメルマガを書いているから1週間に1回すぐ終わると偉い偉 <laughs> <らー>いい <laughs> いやだからさホリエモンがすごいのはここなんだって多動力何も関係ないんだよ <laughs> やるべきことをひたすら粛々とやっているというただその一点において偉いのであってさなんかワクワクすることだけをやるとかそういう思考法がすごいんじゃなくてさ ちゃんとやってんすよね。偉いよね。真面目なところだよ。キングコング西野さんもさ、クラウドファンディング最初得体知れないなと思ったけど、何事かをつぶやいてる人全員にリプライを送るみたいなさ。全員に、はじめましてキングコング西野と申します。もしよかったら、ご支援いただけないでしょうか全員に言うみたいな。なんか、そういうことなんだよね。ビジネス書、全部そうだよな、結局結論。 完全にそうだよね。お、鍋ベユスケさん、スパチャありがとうございます。この企画の締め切り、年度末だったと思うんですけど、大丈夫ですか大丈夫に見えるかこれが大丈夫に見えるか <laughs> お前、ほんとクソな質問だな。お前、死んだ方がいいよ。大体な、そんな、この企画の締め切りは年度末だったと思うんですけど、なんていう、ようやく口に逃がし的な文脈で、そんなものを送りつけてきて偉そうに言っている時点で、お前みたいなやつはもうほんとろくでもねえんだよ。 そんなことは全員分かりきっていることで、このコメント欄にいるやつも、俺も全員誰より分かってんのに、それをわざわざ言ってきて、偉そうに上から目線でマウント取ってくるなんてやつ、本当か、しった方がいい、ボケ。<laughs> すいませんね、スパチャンもらっといて、スパチャンもらっといて,切れて、キレイでごめんね。HIU1 万円払われてんのに、そんだけキレイのすごいなって思ってたら、つい僕もやりたくなっちゃった。ありがとうございます、ナベユスケさん。すいません。 堀江門も西野さんも圧倒的に偉いのはここだよな。ここで多動力とかどうでもいいよね。やるべきことをちゃんとやるっていう、ただそれだけだよね地道にちゃんとやるだけがすごいんだよな。そして多動力を吐き違えパーソン。これ読んだだけのパーソンはそれをやらないから <laughs>、いつまで経っても何も起こりません。今度は漫画描いてみようと思うんだよね。 今度は動画でバズってみようと思うんだよねっていう人になっちゃう。永遠の3歳児タレ。やりたいことではなく、やらなくてはいけないことをするように強制されると。イーロンマスクは服を着られない。3歳児はそういうもんだと。で、資産が人をダメにする。これを持ってるからこれを生かしたいみたいな話は、貧乏症でダサいよね。うーん、まあそれはそうだなと思いつつ、やっぱ手元にあるものできれば生かしたいなって僕は貧乏症だから思っちゃいますね。ハワイに別荘なんて持つな。ホテル暮らしはすこぶる快適な。 まあ別荘なななんてて買っても使わいいよねみたいな話あ、出たー海外行きり移動行きり出た例えば、2016年の年越しはこんな感じだった。12月29日、東京からハワイ。12月30日、ラスベガス。1月1日、アメリカ、シアトル。から、カナダ、バンクーバー。1月2日、カナダ、イエローナイフでオーロラハンティング。<laughs> こういうこと読んでさ、こういうの読んでさ、本当にしょうもない人たちはさ、あ、すげえかっこいい俺もこうなりたいって言って、ね。 うっかりうっかりこの多動力やり始めてしまうっていうもうしょうもないしょうもないしょうもないな嫌ですね堀江さんがこうやって生活する分には素晴らしいことだと思いますし彼は実際それをこなしてすごく人生を謳歌してるんだと思うんですけどねこターゲットに向けてこの年越しどこでした一切をいっぱい書いてるのダサいよねやだねやだねやっぱ読者がどんどん嫌になるねこういうの読んでるとねとかなんとか言ってるうちに読み終わりました多動力 読んだことあったしなんなら大体いいメモはコピペでいけたから大体いいすぐ時間終わりましたねすぐ読み終わりましたねこれが多動力を支える官僚主義であり時間革命です 余計な仕事はやらない。任せられることは人に任せる。過去の自分に任せる。これがね、多動力です。お、堀抜さんが、し読が発揮された。やっぱ知っている内容だと瞬読できるんだな。そうですね。知ってる内容だから瞬読できるっていうのもあるし、あれもありますよね。流行りのベストセラー本におすすめ。瞬読をするのに一番向いているのは流行りのベストセラー本ですって書いてあったので、ね。流行りのベストセラー本でもありましたからね、多動力は。もう二重の意味で瞬読にぴったりでした。ちなみに、多動力の中では、流行りのベストセラー本なんて読むなって書いてあります。 教養本骨太教養本を読みなさいと書いてありました何なんだよ何なんだ